皆様こんにちは。こんにちは。ご紹介をいただきました新宿区長の吉住健一でございます。本日は第11回目となりますこの歌舞伎町のイルミネーションの点灯式にお招きをいただきまして誠にありがとうございます。もう歌舞伎町の風物詩ともいえる光景となりました。多くの方がここで記念撮影をする姿も毎年お見受けをしております。ここまで発展をさせてくださった、続けてきてくださいました NPO 法人新宿歌舞伎町区役所通り 3A の会の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。こうした自らの街を自ら明るくしていこう、そして発展をさせていこう、そうした取り組みは本当に尊いものだと思っております。明るく安全に歩ける、そういう歌舞伎町をこれからも皆さんと一緒に築いてまいりたいと思います。本日、今年は特に新しい取り組みといいますか、五輪を意識したイルミネーションにしてくださったともお聞きしております。2020年まであるようでない時間でございますが、精一杯皆さんと協力して新宿を盛り上げてまいります。本日はご協力ありがとうございます。皆さん こんにちは、新宿警察署長の桜木です。本日はイルミネーションの点灯式にお招きくださいまして誠にありがとうございます。また平素から皆様方には警察業務の各班にわたりましてご支援とご協力を賜り本当にありがとうございます。今日は点灯式ということであります。先ほど、区長さんからも話がありました。この明るくて安全ということはもう本当に警察の、果たす役割も大きいと今肝に銘じたところであります。この町がいつも安全で安心して、はい、な町であるよう私も祈っておりまして、まあ署員一同、日夜取り組んでいるところであります。これから年末に入ります。悪質な客引き暴力団、と対決しながら、一生懸命この町の安全安心を守っていきたいと思います。また、2020年には東京オリンピックパラリンピックが行われます。一人でも多くの方が、この歌舞伎町に来ていただけるよう、我々も、毎日頑張っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました新宿消防署長の吉田でございます。今年もイルミネーションが目を楽しませてくれる季節となりましたが、ここ新宿においては年々明るくなり安心して楽しめる街になってきていると感じているところでございます。また今年の新宿区内の火災は昨年に比べて減っております。また11月9日から始まります秋の火災予防運動がありますが、この時期は空気が乾燥し火災が発生しやすくなっておりますので、ぜひとも火の元に十分注意していただきたいなと思っております。消防署といたしましてはイルミネーションに負けないようここ新宿を明るくそして安全安心な街にするために取り組んでいきたいと思っておりますので、これからもご支援ご協力をお願い申し上げたいと思っております。最後になりますが、このイルミネーション点灯式が今年で11回目と聞いておりますが、これからももっともっと回を重ねていただきまして、この新宿の街をもっともっと明るくしてほしいと思っているところでございます。実行委員長の藤沢香織でございます。昨年は区役所も免震ですよ、免震の工事がありまして、まあ、11月の16日に確か節目の10回目 の点灯をいたしました。早いもので今年はもう11回目ということで1年経つのが本当に早いなというふうに感じております。まあ、本日はお忙しい中吉住区長をはじめ、ご来賓の皆様には素晴らしいお言葉をいただきまして誠にありがとうございました。このイルミネーションの授業ですけれども、すべて初めから今に至るまで
皆様の貴重なご寄付によって成り立っております。こちらに書かせていただいておりますが、個人のお名前は出ておりませんので、これプラス、個人の方々からもたくさんいただいておりますが、いつも見切り発車でございます。まだ全て賄うだけのお金はまだ集まってはいないんですけれども、毎年毎年見切り発車でやっていて、最終的にはなんとか辻褄が合ってきてるのかなということで、本当にご協力いただいております皆様には心より深く御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。これから先ほども出ましたが、2020年は、オリンピック・パラリンピックの年になりますね。それで外国からのお客様がもう2000万人を越したということで、それで2020年までには4000万人にという政府の目論みがあるようでございます。この、新宿また歌舞伎町にもたくさんの外国のお客様がいらっしゃると思いますけれども、この光とともにまたオリンピックまでなんとか頑張ってやっていこうとは思っておりますけれども、おもてなしの心をみんなの気持ちが出たらいいなと思っております。今年はちょっとところどころに赤とか緑とか色のついた、LED をでワイングラスの形にしてみましたが、これもオリンピックに私たち民間がどれだけこう盛り上がっていくかということで、成功することにつながるんじゃないかなと思っております。これからまた、4年後になりますね。皆さんで歌舞伎町をはじめ新宿、あと東京、日本全国すべて盛り上がって素晴らしいオリンピック・パラリンピックが迎えられると嬉しいなと思っております。いつもいつも皆様にはご協力をいただきまして本当にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。これで私からの御礼の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。藤沢森委員長にのご挨拶でございました。